今日何するの今日何しようかなあ、一応ペンタブレットはあの注文しました。ペンタブレット注文したんで、次は、あの、お絵描き伝言ゲーム完璧、完全クリア編がいけると思います。今日何するって、なんか空き地に集まったガキみたいでいいね。ね。何しよう。地域ーーの考察しよう。地域ーーの考察なら大丈夫かな。実写ドラマ有約書のニュースは見たけど、まあ、特に語ることはなし。北村匠海なんだって思っただけ。まあ、関係理はしたいけど、ちょっと今関係理ができる環境じゃないので、天気も良くないしね。夜だしね。関係理はじゃあなし。 音楽の日見てないの見てないですね。今この配信やってる時点で音楽の日見てないってことはもう一目瞭然なので、まあ、見てないよ見てないですね。<laughs> 色水作らん <laughs> 色水は作らない。中井くん病気になったの中井くんって何になったのあれ中井くんコロナ <laughs> この森寒い。お <laughs> ぉもうまた匿名やん。匿名くんって森を楽しむこともできないの <laughs> 名前がミノルダムやわ。もうちょっと続いて秋田とか匿名くんはじゃない。匿名。 じゃあこの特命くんのやりたいことを今日はやります。アットマークミノルダム特命くんのやりやりたいことをやります。ミノル何やります？何やろっか。やっぱりノリがね。やっぱりノリが寒いやっぱ独自のノリをやっぱり作り出せる。<laughs> バロランドバロランドってことはつまり俺も俺は俺が今からバロラントを始めると特命くんも来てくれるんだね。バロラントをやるに。バロラントをやるっていうことはじゃあ特命くんもバロランドに来てくれる一緒にやってくれるってことんなんだって。ちょっとあのー、来てくれなかったら困るから一旦通話から始めるか。 一旦通話からいくか。ちょっと通話から行こう。まずあのディスコード、まずディスコードでお話をしてからやるから。これ、俺、これ、俺だけが、バロ今、バロンド俺が始めて、来なかったら最悪やから。もう、この配信、この流れの時大だいたい来ないので、反省した。一回もう、捕まえといて。なんか、みんなでゲームやろうって提案した時絶対提案したやつ来なくなるかっていう現象がめっちゃあるから。まず身から押さえるから。はい、じゃあミド君、ミノルダムくん。はい、じゃあ、ミノルダムくん、まず、えー、ディスコードでお、ディフ通話でをつなぎます。はい。 あれ, <laughs> あれ、消えたあれ、ミノルダムくん。おい、ミノルダムの,の嫌いなノになってんのすよ、ヒいロいかミノルダムくん。おい、ミノルダムくん。いや、もうまずバロラントを切ろう、まずバロラントは別に後でいいから。バロラントは俺もまだ全然ダウンロードもしてないから、時間かかるのは間違いないから、まずミノルダムくんとお話ししながら、バロラントについてのこう、見識を深めていって、で、インストール、プレイで一緒にプレイしてって、あれ、結構ボイスチャットとか必要やろ。話しながらやるやつやろ。俺、オープンチャットに行っちゃったのかな <laughs> 消えました。<laughs> オープンチャットに行っちゃったのかな 視聴者がででるの寒いので嫌いですあのい嫌すあみんなでやろうっていうことを決めたのそういう話じゃなくてでしゃばるのが嫌いとか一回置いといてそれでいいどうでもいいのででしゃばるのが嫌いとかつくそどうでもいいのでそういうルールでやそういうノリでやってくっていうことを決めたわけでみんなで何やろうかって話し合っててあ何やったらいいじゃあバロアンだよじゃあバロと一緒にやろうぜって話になったんでいや配信に君の音声をのっけないのは全然できるから配信に君の音声をのだけのっけないのは全然いけるからでこれででしゃばらなくてもいいよねなんでムルタ君すっごいレスポンスしなくなっちゃっためっちゃレスポンス遅いやん レススポンスめっちゃ遅いやん <laughs>。俺、ラグあるめっちゃレスポンス遅いやん。許したねやん <laughs>。はあ、悲しいぜ。結局、一緒に遊んでくれないわけや。結局、俺とは一緒にゲームしてくれないわけや。はあ、じゃあ何しよう。バルランドできなくなっちゃったからな。<laughs> いつからこんな冷たい大人になったんだろう <laughs>。全然冷たくない。めちゃめちゃホットやん。シマヤカのゲームが、えー、見たいんだって、一緒に遊びたいわけじゃないです。いや、だからあの一緒に遊ぶしかないから。じゃあ、なんでバルランドって言ったのバルランドなんて1人でやるゲームじゃないやんか。 おいでお前好きやなんでこんなレスポンス遅いわけめっちゃ遅いよねレスポンス質問してからなんで俺がちょっと言ったことに返すのに5分この文書くのに5分かかったってマジどうせ適当に言ったんだろバロラントとかっつって別に見たくもないけどああんか嫌がらせしてみようみたいなあーなんか嫌がらせで適当なこといいよっつってバロラントって言ったんやろお前サッカー観戦に来てサッカー選手がお前もプレイしろって言ってきてやるかおかしいだろ少しは考えろそんなパターンもあるやんファンの触れ合いみたいな試合でそれやったらおかしいけどこれ試合じゃないし で、偉いコンは早いな。偉いコンはチャット打つの早いの。えさっきまでなんか5分間ぐらいずっとなんもだんまりしてたのに、急にこが急になんかいい理論を思いついたのか知らんけど、なんか役にやるやん。だから今日はファンの触れ合いデーで、でみんなでサッカーを一緒にやるって日なんだから、じゃあお前参加してこいよ。え、じゃあなんで参加できないのか理由教えてください。あの、別に僕、別に、君の言ってる視聴で視聴者の皆さんに視聴者の声が出しゃばるのは良くないっていうのはもう解消できました。解消できましたと。で僕と一緒にボラウンドや、バラーンドやろうって話じゃないですか。なんでバラウンでできないんですか。 フリーになったからって役に強気じゃん別にフリーじゃないしフリーはお前やでバロラントのバロバロラントの話ずっとしないよんか話をそらすなよバロラントをやるんだろうおいおいミノルダム早くしてまくしたてって勝ったつもりか <laughs> えなんか急に言葉急にチャット打つの速くなったけどさっきまで5分間ずっと黙りやったけど急にチャット打つの速くなったけどそのあいつ言ってるなら最初からそのあいつで言ってもらってもいいですか いやだからバロラントをできない理由を教えてバロラントをじゃあ一緒にやろうって言って君の,君の懸念している視聴者が出しゃばる運の下りは解消できますので大丈夫ですって話になったけどなんでバロラントができないんですかなぜバロラントを一緒にやることができないんですかその答えを教えてください僕に早く早くはい早、はい、よえらい早くチャット出て,てるみたいだから今回は悩まずにすぐ打てるよねだから俺はサッカーという配信みに来てるんだってサッカーやりたいわけじゃない だから、そのだから今からやる配信はサッカーというやつサッカーに立ったのでやめろ分かりにくいから今からやる配信はお前が提案したことを一緒にやろうっていうくだりでじゃあ何やったらいいと思っていてお前がバロラントって言ったからじゃあバロラント一緒にやろうって話になってるんだから今からお前が見たいサッカーはそれになっただけやんかえでもバロラントできないやりたくないバロラントはじゃあ謝れ認めて謝れ適当にバロラントって言ってすみませんでしたって本当はバロラントは本当はバロラントだってどうでもいいんだろいや俺は一緒にやる前提で話してたってずっと 何しよっかなーっていうノリでみんなが一緒にやりたいことをどんどん上げてるく中のノリが寒いって言ったんやろお前がやまれどうせやる気もないのに俺をツーイメージ使ってバラントをやらないってなんで俺がやまらなあかんねんいやだから早く通話に参加しよってあじゃあ改めて聞きます一緒にやるという前提でじゃあミルノルダムくん何やったらいいと思う一緒にやるみんなで一緒にやるという前提で、えー、ミノルダムくん何やったらいいと思うこれならもういいなこれならもう間違いないな一緒にやるなら見たいゲームはありませんはーい はいししましたた両者負負けけです負けちゃった僕たち2人が負けて他のみんなが勝ちましたね。いや時間の無駄やったな。バロラントとかっていうバカみたいなこといらっしたし。じゃあ改めてあのノリするか。<laughs> よしじゃあ良し君もみんな何やるいつもそうやな。フリーになると個人攻撃して勝ち誇ったつもりになって結局ゲーム入れたくないだけじゃん。いや違う違う違う。違う違う いや違う違う今からみ,みんなで何をやるっていう話で提案がいろいろ出てた中でそのやり取りしてる中で急にお前が寒いとかって言って流れを助ける行動をしたんだからお前に聞くのは当たり前じゃないお前が流れを切ったんうでんかいろんな提案が出てきてそっからいやじゃあそれやろうかっていう風になる話になるかもしれなかったのにお前がバッサリと寒いとかでこの度り寒いって言ったんだぜおいであげたゲームがバロラント何がわかんねん寒いから寒いってチャットしただけだし流れ切ったら個人攻撃される筋合あるんかあるやろ お前は自分のやりたいこと通り、りお前は自分のまった通りにサビってチャット打って、俺は自分の待った通りに、お前にそのことを問い詰めてるわけだから、どっちもお互いが自由の結果生まれてるわけだから、なんでお前が個人攻撃されないことだけの権利が主張されてるわけお前は自由自在に何を言ってもよくて、なんで個人攻撃されないっていうふうになってるわけ何に守られてるのいや、チャットするのは自由だし、お前に個人攻撃するのも自由なんだが、はぁなんでお前だけがダメージ受けない場にいるのか全くにわからん自由っていうのはお互いの自由を認め合ってるわけだから、それお前になんか来る可能性もあったやろ なんでお前だけが無敵やねんおい。なんで俺がお前に個人攻撃する g を阻害されなきゃいけないわけ俺の配信で。じゃあ好きにやれよ、こっちも好きにやるからこっちも好きにやってるんだから。こいつら仲良しかよ。<laughs> だからこっちも好きにやるだから俺もこっちも好きにやってんだろおい。いや、前提が間違ってるってこと急になんかお前が言い出したんやつなんか個人攻撃される筋合いはないとかって言って。で、そのことについて正論で責められたら、俺は好きにやってるだけだから、お前も別に好きにやればいいじゃんみたいな。意味不明なんだけど、お前が先に突っかかってきて、お前が負けたからって言って、何に急に主張をずらしてるわけ なあお前、レスバーやってた <laughs> <laughs> こいつが嫌ってる視聴者とのナれーついてるのどう思ってたらほんまやわ。お前とずーっとなれ合ってるんだが。はつっ、突っかってるのはお前だろ。いつもは都合悪いチャットミスするのに、ここぞとばかりに個人攻撃したの土地はぁいや、だから、突っかかってくる。その、何を言うのも自由だし、突っかかるのも自由じゃない。なんか、たまたまお前がタイミングで個人攻撃されたからって言って、え、いつもやってないのになんか急に俺だけみたいな。で、一番最初に突っかけてるのはお前だし。で、無視するのも自由だし。話通じてないやん。 <laughs> お酒飲んでます。お酒飲んでるかどうかだけ教えて。お酒飲んでるでしょ。じゃあ別にいいんじゃないか。無視するのを自由ならレスポンス遅くてもいいだろう。いやだから別にレスポンス遅いことをめてる。今なら論点が違ってるやんか。俺は別にレスポンスが遅いことに対して怒ってるんじゃなくて、お前が流れ寒いとかって言って、いい流れが発生しそうだったのをバッサリ断ち切って、じゃあ代わりのダイヤないのかなと思ったらバロアントとかやっていいですから、じゃあバロアントって一人でやってもつまんないから、一緒にやるのはどうなのかなって提案した結果、そこをずーっと返答しないで、なんか終始言い訳に言い訳,言い訳,言い訳,言い訳やって、で今となってはなんかチャットの自由だろみたいな。 俺は自由なんだからお前になんか言われる筋合いないんだみたいな謎の一生を繰り返してるから意味が分かんないっていう話してんだろおいめちゃくちゃ論点ずらしてるで今ひろゆき並みにずらすな言 <laughs> い訳お前の方だろ今もこうやって個人攻撃してごまかしてるごまかしてるって何なん一回これで流れが一回もうああじゃあ終わったな次何しようか真剣に考えようってなった瞬間にお前がまた蒸し返してるからお前のせいで今こうなってるのは 一回終わっこの流れにこのお前の嫌なこの嫌なノリが終わって、ああ、じゃあそろそろ何かやること決めようかなーっていう感じに移行したった瞬間に、なんか悔しいのか何か分かんないけど、全然、おはいいつも自由なのにみたいなことを主張してきて、今この流れをずーっと引き続けてる原因はお前などれは別に謝ってほしくないし、別に謝るわけでもないし、ああ、お互い負けちゃったね、えへへっていう流れで、うまいこと終わらせようと思ったのに、ずーっと続けてるで、お前が、このノリを。別に俺が勝たなくてもいいし、お前が勝たなくてもいいし。 寒い流れできてるよでもこの流れうちは好き <laughs> 続けてるのはお前や真面目に何かやる気があるなら俺なんか無視してご自慢の配信続けたらいいじゃないですかあーついに嫌みったらしい言い方でして優位に立つっていう戦法に切り替えたんですねご自慢の配信とかって言っていやー僕のご自慢の配信があなたのせいで邪魔されたんですよだからそのことに対して文句を言ってるだけなんですけどお分かりですか 僕のご自慢の配信が今楽しい感じになっていい感じに行きそうな瞬間になんかめちゃくちゃ邪魔してきてるからそのまに対して邪魔しないでねってなんで邪魔したのっていう風にして問い詰めてるわけなんですけどもでなんかもう弾けなくなったのかわかんないけどずーっとずーっとずーっと噛みついてますけどミんナンくんめっちゃピキリつつなおかつずんっとずらしまくって絶対まんないの別に俺謝ってほしいわけじゃないね謝ってほしいわけじゃないねもういいね。満足したじゃあ何やろっかなー今日ね、なんか こうあこれはっていう新しいやつなんかないですかねこの後オープンチャット好き嫌いに逃げ込むのかなおいよろしく言っとけよオープンチャットのやつらと好き嫌いととくのやつらによろしくしま屋かがよろしく伝えてって言って言ってらって言っとけよ